い、皆さんこんにちは、バーナムでございます。皆さん、ガソリン入れるときちょっと嫌だなって思ったことありますか？いや、これ個人差があるんですけども、私はね、ガソリン入れるときやっぱり普通の車と違ってちょっと嫌だなって思うところが一点あります。では早速やってみましょう。ガソリンなくなった。ガソリン入れていこうかな。さあ、ガソリンスタンドに着いたぞ。あ、フルサービスのお店か。あ、すいません、レギュラー満タンでお願いします。はい、カードで。あ、鍵ですね、はい。これ嫌じゃないですか。嫌じゃないですかね、これ渡すの。この鍵をですね、ガソリンスタンドのお兄さんに渡すのちょっと嫌ですよね。てか、そんなにしょっちゅう、まあ、ここにね、ここに入りますけど、私はずっと忘れちゃうんで、ここに引っ掛けたりしてるんですね。で、これ結構メカメカしい鍵なんで、あとこれとかね、あと分かんないとかね、落としちゃったりされないかとか、なんかいろんな不安があって、これをガソリンスタンドの店員さんに、あ、お願いしますみたいな感じで渡すの、なんかちょっと嫌だなみたいな。あとね、こうやってやるじゃないですか。まあまあやりづらいですよね、この大きい鍵をね、こうこんな感じで、ちょっと、あ、どっちだっけみたいな。で、こう鍵と一緒にこう蓋回って、おっとっとみたいな感じで、壊れちゃうか心配で、ちょっと店員さんに渡したりするときと、あとセルフでやるとき少し嫌なんですけど、皆さんいかがでしょうか。なので、今回はこの鍵で燃料キャップを開けなくても済むようなアイテムを取り付けていこうと思います。ほい、これね、あ、相変わらず中国から届いたので箱はベコベコです。開けていきます。こんな感じですね。はい、開けていきます。これ分かりますか。はい、燃料キャップです。しかも鍵付き燃料キャップでございます。これ車の鍵を使わないで、こっちの鍵で開けられるタイプの燃料キャップですので、わざわざこの鍵を渡さなくても済むっていうものなんですよ。で、まあ、この鍵をこの辺とかに引っ掛けておけば、普通にガソリンスタンドの店員さんにこのちっこい鍵を渡せば済むだけの代物でございます。これ便利ですよね。これここに普通にカチャッと刺して、カチャッと開けて回すだけ、簡単ですね。はい、なのでこれをちょっと取り付けていこうと思います。取り付けて、これちょっとね、入るのか分かんないんですよね。そのメーカーはかなりざっくりした感じで、シボレー、フォード、ジープなどって書いてあったんで、まあ、多分つくと思います。ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ早速ここのね、給油口のところにやってきましたけれども、普通はですね、これこの鍵をこうピシュッとやって、でこれ刺して右に回します。右に回したらそのまま燃料キャップが取れるっていうような感じの作りなんですけれども、これ結構ね、大きいんで、こうなんかごっつい感じがしますね。はい、こうなんかちょっと壊れちゃいそうな感じのものなので、まあまあ気を使います。こう開ける時とかもね、この紐にこう引っかかっちゃったりしてね、あれみたいな、こんな感じです。こういう作りでした。で、新しいものをちょっとつけてみようと思うんですけれども、今度はこれが鍵になっているんで、鍵を抜いて入るかな。あ、入った、入りましたね。はい、こんな感じで、やると、この鍵穴にはこれが刺さりますんで、
今この状態だと空回りして練乳カップ開かない感じになりますが、これをこう刺して回すと開くようになると、こんな感じでこう締めれば、まあ、開かないですと。あ、いいですね、つきました。はい、ちなみにこれってどうやって取るんだろうね。これ多分ここ引っ張れば取れるのかな。あ、取れた。こんな簡単に取れるの。先っぽがこんな感じになってました。まあ、すぐ取れたので、これは一旦何かの時のために取っておこうと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はこちらの燃料キャップの鍵をこちらの鍵からこちらの鍵に変える方法をご紹介しました。まあ、みんなここなんか嫌だなってちょっと思ってるから、こういう商品が開発されたんだと思うんですけれども、このね小さい鍵どうでしょう。これねちょっとよく見るとね、ガスって書いてあるの分かりますかね。はい、ちゃんとねこの鍵のデザインもガス仕様になってます。これね、この大きい鍵を渡してたのが、ね、大きい鍵を渡してたのがこの小さいガスって書いてある鍵に変更されますので、結構運用楽になるかなと思います。はい、まあ、こんな感じでいつもながらちまちました道具を地味に取り付けてます。はい、ということで皆さん、もしこの動画をご覧になっていいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。ではまた。